アメリカンフットボール。かつて少し前にこの競技を題材にした漫画がありました。いじめから逃げ回るうちに身につけた快足を武器にした少年が主人公でした。それに魅了された友が、巨漢が、悪漢が集まり奮闘し、かつてはいじめた者たちが彼らの陰に入って助けとなり、家業のため一度は離れた仲間が戻り、脇を固め並みいる強豪たちに挑み倒していく、そんな夢のような物語がありました。今ここにその世界が生まれようとしています。かつてもてはやされたあのおとぎ話のような世界がここに再現されようとしています。もしかするとここから世界は劇的に動き変わるのかもしれません。皆様こんにちは、道楽やり茶です。令和5年10月28日場所は大阪鶴見緑地球技場にて 2023X3 リーグウエスト第3節の一戦となります。サイドワインダーズ対リードエフォートエールズの一戦がまもなく行われます。試合開始12時キックオフ予定です。両チームのご紹介をさせていただきます。本日はホームチームという形になりまして、チームからブラックのユニフォームをまとっておりますサイドワインダーズです。手前側ホームスタンド側に陣取っております。1970年創部、関西社会人の中で最古の歴史を誇ります。非常に伝統あるチームです。 X1 でも多くの強敵と戦いまして、非常に賑やかしく、そして素晴らしい戦績を誇っておりますチームですが、昨シーズンは X2 の入れ替え戦におきまして磯のスーパースターズに苦杯をなめ、今季 X3 での参戦となっております。しかし今シーズンは後ほどご紹介させていただきますが、大きなチャンスを迎えたこの2023年シーズンとなっています。この1年で一気に X2 復帰を果たさんとこの一戦に挑みます。対しまして反対側、バックスタンド側に陣取っておりますのが本日対戦となりますリードエフォートエールズ。本日はビジターユニフォームのホワイトをまとっております。こちらは逆に2019年と非常に最近になりまして参戦してきました新進系のチームです。参戦と同時に常に X3 優勝の戦績を重ねており、入れ替え戦にも挑みまして常に X2 にその牙城を食い込まんとしておりました。しかしあと一歩のところでその壁を越えることができず現在に至っておりますが、今シーズンは大きなチャンスとなりました。来シーズン X2 は大きくリーグ編成に変革が発生します。 X1、X3 を含めました大きな編成によりまして、 X2 ウエスト、 X3 ウエストはその非常に大きな波を受けます。 X3 は今シーズン6チーム2ブロックの12チームのリーグ戦を行われておりますが、この上位3チームが自動的に X2 に昇格できるというビッグイヤーとなりました。両チームともに現時点では2戦全勝、6チームによる選出ですので5試合の勝ち越し、つまり3勝がそのボーダーラインとなります。ともに王手をかけておりまして、この一戦にその昇格のチャンス、その切符を手に入れんという一戦となります。 B ブロックその最初の切符を手にすることになるのは果たしてサイドワインダーズとなるでしょうか、リードエフォートエールズとなるでしょうか。古豪と新鋭の対戦、これより開始となります。試合開始12時キックオフ。両チームの選手サイドラインに陣取りまして、審判団中に入り、まもなく試合開始の時を告げます。令和5年10月28日場所は大阪鶴見緑地球技場にて 2023X3 リーグ第3節サイドワインダーズ対リードエフォートエールズの一戦がまもなく行われます。試合開始12時キックオフ予定です。これより両チーム首脳陣によります試合前のコイントスが行われます。手前側に陣取りますのがホームチームとなっておりますサイドワインダーズ、ブラックのユニフォームです。奥側に陣取りますのがアウェーチームという扱いになりますリードエフォートエールズ、ホワイトのユニフォームをまとっております。
サイドワインダーズキックオフ、リードフォードエールズリターンで試合が始まります。この試合は1クォーター10分の正式で行われます。小井さんは早速のチャット内の応援メッセージありがとうございます。残念ながら通信環境が本日伴っておりません。映像そのものが乱れが生じますが、何卒ご了承のほどよろしくお願い申し上げます。この配信はネット配信、無線LANによりますネット配信ですので、その通信環境によってその配信状況どうしても不安定が生じます。後ほどこのアーカイブ版は私の方の YouTube チャンネルにおきましてアーカイブとして完全版を投稿させていただきますので、何卒本日はご了承よろしくお願い申し上げます。さあ、まもなく試合開始となります。サイドワインダーズのキックオフで試合開始となります。サイドワインダーズキックオフキッカーは0番のプレイヤーが配置しています。0番は高下。さあ、エールズリターンに入ります。リターナーキャッチしまして左オープン展開、34番、自陣35ヤード付近まで前進してこの位置からリードエフォートエールズの攻撃に変わります。アメリカンフットボールは攻撃と守備に分かれて行う競技です。ボールを持った選手が倒れるまでを攻撃1回とし、ファーストダウン、セカンドダウン、サードダウン、フォースダウンとその回数を表します。攻撃権は4回、4回で10ヤード前進し攻撃権更新とするか、その過程で相手陣地奥深くにある得点エリアエンドゾーンを目指します。まずはエールズの攻撃になります。エールズ自陣35ヤードからの最初の攻撃に入ります。エールズファーストダウン10、1回目の攻撃に入ります。攻撃権更新、必要距離は10ヤード。さあ、まずはランニングバックに託しました。ハンドオフしましてランニングバック34番、左オフタックル付近を突っ込みまして約3ヤードのゲインとなっています。まず最初のプレーはランプレーでした。キャリア34番は八木、近畿大学出身。エールズ3ヤード進みまして自陣38ヤードからセカンドダウン7、2回目の攻撃に入ります。攻撃権更新、必要距離は7ヤード。今度はサイドワインダーズナイスディフェンス。再びランプレーによる突破を図りました。しかしこれをサイドワインダーズ9番、77番見事に殺到しましてこのランプレーを阻止しております。7番は藤本、77番は平畑、素晴らしいディフェンスを見せました。失礼しました、9番は梅本です、近畿大学出身。77番は平畑、素晴らしいプレーでした。さあ、3ヤード下がりましてエールズサーダウン10となります。3回目の攻撃、攻撃権更新、必要距離10ヤードは突破なるでしょうか。パス不成功。ここでオフェンスは攻め方を変えました。攻撃開始点より後方より一度だけできる前パスを敢行しました。ターゲットは18番でしたが、これはサイドワインダーズ見事にパスカットしパス不成功となっています。前パスは失敗ですとボールは元の位置に戻され次の攻撃に変わります。従いましてエールズフォースダウン、最後の攻撃になります。さあ、この残り1回をどうするか。フォーメーションを変えました。パントフォーメーションとします。パントはキックによる陣地挽回を図るプレーです。しかしキックがボールの開始点を超えますと攻撃権を放棄する形になります。さあ、どこまで返せるでしょうか。
このパントはサイドワインダーズ陣34ヤード付近でボールデッドしまして、攻守交代と変わります。このようにアメリカンフットボールは4回の攻撃の機会で10ヤード前進し、攻撃を継続を繰り返すか、その過程で奥深くにあるエンドゾーン、得点エリアを目指します。まずその最初のエールズの攻撃は結果的には4回で終了する形になりました。さあ今度は返す刀でサイドワインダーズの攻撃となります。サイドワインダーズ自陣34ヤードからファーストダウン10。さあサイドワインダーズもランプレーから入ります。何枠10番にハンドオフし、左オフタックル付近のさらに外をつきました。このランプレーにより約3ヤードのゲインとなっています。サイドワインダーズキャリア10番は浦田、大阪産業大学出身。サイドワインダーズセカンドダウン7、ボールオンは自陣38ヤード。クォーターバック18番、パスを投じようと右にロールアウトをしましたが、この時にプレッシャーを感じましてスクランブル、緊急発進のランプレーに変えました。この判断によりまして約2ヤードほどゲインとなっております。クォーターバックスクランブル決めました。クォーターバック18番は渡辺、兵庫県立大学出身。ここで負傷者が発生したため、審判団によるレフリータイムアウトが取られております。この配信は X2 ウエスト6チーム、X3 ウエスト13チーム、計19チームによります合同企画によって実現しております。画面上に映し出されております多くの方々、企業様、その方々のご寄付、ご記者によりまして、この企画は実現いたしました。皆様のご厚情、大変感謝申し上げます。これによりまして、この会場にお越しいただけない方々にも、この試合をご覧いただくことが可能となりました。この企画は現在も継続しております。このライブ配信の YouTube 説明概要欄にその申し込みとなりますショッピングカートの URL が掲載されております。こちらの方をご覧いただき、その内容、そしてご賛同いただける企画がございましたら、ぜひご協力お願い申し上げます。東屋おじさん様、 TK 様、メッセージありがとうございます。仕事の幕開の中でご覧いただき、非常に大変な中、非常に感謝申し上げます。ぜひ両雄のその奮闘ぶりをご注目ください。さあ試合再開となります。サイドワインダーズ自陣40ヤードからサーダウン5。さあ5ヤード突破なるでしょうか。パス成功、ファースト。クォーターバック18番、ここはパスプレーで左に展開していたワイドレシーバー5番にパス。5番これをキャッチしまして、見事攻撃権更新です。サイドワインダーズファースト、見事なパスを投じ攻撃権更新果たしました。クォーターバック18番は渡辺、兵庫県立大学出身。取りましたワイドレシーバー5番は内藤、龍谷大学出身です。さあ攻撃権はリセットされて1回目に戻りました。サイドワインダーズ自陣48ヤードからファーストダウン10。さあこの判定はどうか。どうやらサイドワインダーズが抑えております。先ほどトラブルが発生しました。クォーターバックにラインからスナップされたボールが、そのボールをクォーターバックキャッチミスしまして、ボールが転がりました。このボールをエールズが抑えますと攻守交代というところでしたが、かろうじてオフェンスが抑えております。しかし大きく後退しセカンドダウンを迎えます。
さあセカンドダウンロングの状況ですが、サイドバインダーズどのようなプレーを持ってくるでしょうか。まずパスプレーとしました。左に展開していた12番にパス、そこからキャッチアンドランを図りまして前進しておりますが、約9ヤードほどのゲインといったところになります。ワイドレシーバー12番は田原、立命館大学出身。サイドワインダーズサーダウン11、11ヤード、非常に距離としてはありますが突破なるでしょうか。ボールオンは自陣47ヤードとなっています。エールズはなんとかここをしのぎたい。パス成功、ファースト。クォーターバック18番、プレッシャーを感じながら右にスプリントアウト、そのまま走るかと思われましたが、ここでパスを投じ、ワイドレシーバー24番見事にキャッチしまして、この距離を一気に更新し攻撃権更新です。サイドワインダーズファースト。素晴らしいパスを投じたクォーターバック18番は渡辺、兵庫県立大学出身。そして取りましたのはワイドレシーバー24番の井上、大阪経済大学出身のチームキャプテンです。さあ一気に前進したサイドワインダーズ、相手陣30ヤードからファーストダウン10。パス不成功、しかしここでイエローフラッグ、反則が発生しています。フィールド上に審判団から黄色いウエストが落とされますと、これは反則発生を意味します。さあ果たしてどちらの反則だったでしょうか。オフェンスの反則です。ホールディング、相手選手を掴んでおりました。オフェンス、ボールを持っているチームは相手選手を掴んだり握ったりしてはいけません。10ヤードバッタイという形になります。先ほどスナップが乱れまして、クォーターバック大きくボールを後逸いたしました。そのまま倒されるかというところでしたが、これは見事にかわしパスを投げする形には成功しましたが、しかしこの時にオフェンスライン、懸命のブロックをする際に相手選手を掴んでしまった模様です。なんとか状況打開、窮地を出したかに見えましたサイドワインダーですが、ファーストダウン20で試合再開となります。さあしかし攻撃は継続となります。サイドワインダーズファーストダウン20。ここはエールズナイスディフェンス。まずランプレーにより状況を打開図ろうとしましたが、ここでエールズディフェンス5番と17番が殺到し、このランプレーを阻止し、約3ヤードロスに変えています。アメリカンフットボールは前進をゲイン、後退をロスと表現します。素晴らしいディフェンス見せましたのはエールズ5番の山下、チームキャプテンです。近畿大学出身。そして17番丸山が素晴らしい奮闘を見せました。こちらは京都工芸繊維大学出身です。失礼しました、こちら本日はナンバー変更が入っております。17番丸山でした。失礼いたしました。さあセカンドダウン23の状況ですが、どういうプレーを持ってくるか。パス成功、クォーターバック18番、ここでワイドレシーバー12番にパス。12番、相手のディフェンスの隙間を縫ってこれをキャッチし、大きく陣地を取り戻す形になっております。しかし攻撃権更新にはまだ至っておりません。サードダウンに変わります。ですが見事なパスでした。見事なパスキャッチ、見事なパスプレーをサイドワインダーズ披露しております。ここはさすが X2 の経験者揃うサイドワインダーズの一枚上手な力量は発揮されているといったところでしょうか。サイドワインダーズサードダウン4。このパスは成功、
ここで再びパスにより攻撃突破を図りまして、ターゲット5番にパスを投じましたが、しかしこれはヘイルズ18番見事にパスカバーしまして、パス不成功に変えております。ここはエールズ18番の加本が素晴らしいディフェンスを決めました。明治大学出身、サイドアイエンダーズフォースダウン4。ここで体型を変えました。フィールドゴールトライ、キックによりまず先制点となる3点を狙います。キックレングスは40ヤード、さあ決まるでしょうか。このキックは失敗です。左にそれまして、キックフィールドゴール失敗となりました。結果的にこの攻撃、サイドウェンダーズ無得点に終わりました。ヘイルズなんとかこれをしのぎまして、攻撃権を取り返した形になります。さあまずサイドウェンダーズがここで先制点をアゲンとする状況にありましたが、しかしここは結果的に無得点に終わりました。窮地をしのぎましたエールズ。ここから状況打開となる攻撃シリーズ展開できるでしょうか。ボールオンは自陣23ヤードからリードイフォートエールズ、ファーストダウン10。さあまずランプロエを投入しました。キャリア34番、ハンドオフから右オフタックル突破を図りましたが、これはサイドワイナーズディフェンス陣が踏ん張りまして、ゲインは1ヤードにとどまっております。本日は通信環境不安定なため画像に乱れが生じております。誠に申し訳ございません。後ほどこの動画は私のカメラの方の録画の方を再編集しまして、アーカイブ版として私の YouTube チャンネルで投稿させていただきます。本日現段階はこの画像とそして音声でご注目いただければと思います。エールズセカンドダウン9。まだ行っている、ナイスファースター。ここでエールズクォーターバック4番 QB ドロー。クォーターバックがパスを投じるのを見せかけ、そこから決め打ちのランプレーを展開しました。今日つくように中央突破しタックル受けましたが、それをセカンドエフォートで突破しまして一気に攻撃権更新です。リードエフォートエンズファースター。素晴らしいラン決めましたな。クォーターバック4番の信弘、京都工芸繊維大学出身。さあエールズもまず攻撃の更新を一つ果たしました。勢いに乗るでしょうか。ボールオンは自陣47ヤードからリードエフォートエールズファースターアンテン。これもナイス。今度はランニングバック34番が見せました。ハンドオフから中央突破、相手のディフェンスの隙間をすり抜けるように一気にロングインしまして攻撃権更新です。リードイフォートエーズファースター。今度はランニングバック34番の八木が見せました。近畿大学出身。さあ一気に相手陣に入ります。リードイフォートエーズ相手陣32ヤードからファーストダウン10。さあ再びランプレーを投入。今度はランニングバック21番にハンドオフから右オープンを展開させました。ディフェンス寄りつきましたが、しかしゲイン4ヤード果たしております。キャリア21番は東浦、桃山学院大学出身のチームルーキーです。ここで第1クォーター終了です。第1クォーター終わりまして、サイドワインダーズ0点、リードエフォートエールズ0点、両者無得点のまま第2クォーターに移ります。